はいどうもゆうじでーす今日はこちら令和のの騒動逮捕者は出るのかというお話です先日からネット上で大変にぎわっております令和の虎の出演者によるポーカー賭博についてのお話となります令和の虎についてはご存知の方も多いんじゃないかとは思うんですけれどもかなり前にですね テレビ番組で放送されておりました「マネの虎」を模倣した YouTube のチャンネルではあるんですけれどもそちらの出演者が今回ポーカー賭博を行ったということでパタパタしているようです。 で事の経緯についてご存じない方もいらっしゃるかもしれませんのでざっくりお話をさせていただきたいと思うんですけれどもまずこちらのジェットトリーーさんとというう方ががツイートしたことが発端になっておるようですで青汁王子も事の経緯について触れているんですけどもその中でこの方が不祥事についてツイートをすることによって炎上していることが最近多いよねというぐらいにかなりこの方の取り上げる内容については物議を醸す内容が多いようです。 でそれを受けて参加されていた様々な方がこのように動画を出したりですとか、えー、Twitter 上で謝罪文を掲載するような事態となっているようですでその参加者の中にはこちらの方のようにカードゲームのプロ選手だったりですとか さらにはこちらの方のようにえ学習塾を経営されている方なども含まれていたということで非常にですね物議を醸しているというような状態になっておりますでこちらの方が現在の令和の虎の主催者になるんですけれどもこちらの方が先ほど動画の方で令和の虎の配信停止を発表するに至っておりますちなみに掛けポーカーに参加された方は この令和の虎から首宣告をされているというような状態になっております。というのがざっくりとした一連の流れとなっておるんですけれども、その中でまあ自分なりにね、ちょっと気になった事項がいくつかありましたので、その辺のところについていろいろね、お話をさせていただきたいとは思うんですけれども、まずこちらの方が一番気になった内容になっております。はい、えー、こちらの方なんですけれども、まあトモハッピーさんという方なんですが、えー、経歴としましては、 株式会社ハレルヤの社長をなさっておりまして元 TCG マジック・ザ・ギャザリングのプロ選手でもある方のようです。 まあそのような方なんですがこの謝罪動画を見て私が思ったことはですねまずまあ皆さんもお気づきだとは思うんですがなんで自分とこの会社のユニフォームを着て謝罪しとんのっていうところですかねあの謝罪にかこつけて自分の会社宣伝しようとしてますかっていうふうにはやっぱりどうしても思っちゃうよねあの転んでもただでは起きないと評価でもしてもらえるとでも思ってるのかなーとちょっと思いたくなるぐらいまあ非常に な,かな行為だと俺は思うんですよねまあね白シャツ着てねこうスーツ着て謝罪しろというふうには別に私は言いませんけれどもこんな風に見られたんであればあまりいい影響はないんじゃないのかなというふうには思うんですよ。ご本人がね 別にどのような服装で謝罪しようが自由ですけれどもこの姿を見てあなたからその謝罪の意思があるように捉えられますかっていう話だと思うんですでさらに細かいことを言えばなんかねあの見てわかるんですけれども頭をですね今回丸めてきたようなんですけれどもまあ、これがねおそらく今回の謝罪に対する誠意の表れとしてね この頭を丸めてるんだとは思うんですけれどもだったらヒゲも一緒に剃ったらいいんじゃないのっていうふうに俺思っちゃいましたかね。なんんで頭だだけけ丸めてヒゲだけ残したんっていうふうには思いますけどね。こういう姿を見るに結局その程度でしか考えてないんじゃないのっていうふうにしか見えないのは私だけでしょうか。それと謝罪のこの動画の内容についても、まあ、ちょっと気になる部分はあったんですけれども。 その自分はこういうふうに頑張っていきますっていうようなことを最後の方にね述べているんですけれどもこの失った信頼だとかそういったものは取り返すことができないんだけれどももし自分のことを応援してやってもいいよっていうふうに思う方がいたらお願いしますっていうようなことをおっしゃっていたんだけれどもいや ここあなたがお願いする場所じゃないからあなたが事実関係を話して謝罪するだけの場所であってあのお願いするのは俺は別の機会にした方が良かったんじゃねえかなっていうふうには思ってますなんかねなんとなくこういうのを見せられるとこう同情を買おうとしているように見えてしまうので謝罪としてはねあまりよく見られないんじゃないのかなというふうには思っております実際このの方ははもう動画の中で今回は この事実の説明とその後に謝罪をさせていただきますって言ってるのでそれ以外の自分のお願いをその子に追加してくるっていう風になるとまたちょっとねそれはちょっと今回じゃない方が良かった気はしますよねっていう話だとは思うんですよ別にそうやってお願いすること自体は別に悪いことじゃないとは思うんだけれども今じゃないよねっていうこの動画の中でやることじゃないよねっていう風には思いますでおそらく今回影響が一番大きかった 参加者についてはこの方なんでしょうかねえこの方はえ武田塾という学習塾を経営されているえ林社長なんですけれども今回の件が元になりましてえ武田塾のえ塾長職と運営会社の株式会社 A バーの代表取締役社長を辞任する決断をいたしましたということでお辞めになられるということらしいです。まあ、確かにさ その子供を預ける親側からしてみたらさまあそういう人が社長だってなるとやっぱり外分悪いからねまやめざるを得ないっていうのはまあこれしょうがないですよね。っていうかねこういう事件が明るみになった時に会社と自分自身にどういう悪影響があるのかっていうことを考えなかったのかなと思って。 非常に疑問なんですよいやもしそんなことすらね思い及ばなかったっていうことであれば「いやちょっと危機意識低すぎませんか?」 っていうう風に俺は思うんですよねほら自分一人だけでねそれを背負いきれるんだったらいいけれども少なからず会社とかねそこに勤める人それから学習塾に通ってる人に対しても影響はゼロではないわけだからそういうことをね少しでも考えられているんであれば俺はこんな行動できないんじゃないのかなと思ってるんですよ。 おそらく何にもそういうことを考えずにやってたんだろうなというふうには思ってますよ。いやもしこれでねいやちゃんと考えて全て考えた上で理解した上でやってますって。 って言うんであればえ、あなた本当に辞めただけで全部の責任取りきれたとでも思ってるんですかっていう話にしかならないと思うんですよ今回辞めたのはあなたがそれをすることによってしか責任を取ることができなかったからそうしてるだけであってそれで全ての責任が取りきれたかっていうとそうじゃないよねっていうだけの話じゃないですか まあもうちょっとねお考えになられてからこういうことはなさった方が良かったんじゃないのかなというふうには思っておりますちなみに余談にはなるんですけれどもこれを見る限りね林さんがねこの林社長が68万1600円負けてるっていうことになるんだけれどもかなり負けてますよねっていう話なんですよでもう一枚の方を見ても えーっとこちら12万3700円負けてるわけでかなり負けが混んでたんじゃないのかなとは思うんだけどもまあこういったところからもまああまりこうなんだろうな資料深い方ではないんじゃないのかなっていうところがこの負けっぷりからもまあ伺えるんじゃないかなというふうに私は思っております。 であとは、まあ、令和の虎の配信停止についてなんですけど、まあ、これはしょうがないよねっていうふうには思いますかねこのねスクショを見ると、まあ、かなりの人数が関与しているようなので、まあ、これがね全員令和の虎の出演者かどうかまでは分からないけれども、まあ、かなりのね人数が、まあ、参加しているわけなのでなかなかそのままね平然とした顔でそのまま配信を続けるっていうのはさすがに無理ですよね、まあ、このあたりはね冷静に判断されてまあ良かったんじゃないのかなと。 という,ふうには思っておりますちなみにその他の参加していたと見られる方々はもうだんまりを今のところ決め込んでいるようで何も発信の方はされていないようですちなみに、えっと、この方も今回謝罪しているようでこの方はどなたかっていうとあの北朝鮮の将軍様の <laughs> そっくりさんということで活躍をされている方なんですけどもプリン将軍という方なんですねでこの方今回の件で謝罪を実はされてるんですがただこの方賭博行為は一切してないんですねはいたまたま同席をされて誘われたんですがお断りをされていたということなんですそれにもかかわらずなぜ謝罪をしているかというと 本人は完全にこれが賭博行為だというふうに分かっていたわけではないんですがおそらく目の前で行われていることは賭博行為なんだろうというふうに分かりつつもそれについて注意をせずにそのまま同席していたことについてこの方は謝罪をされておりますそしてこの方はえ今回の件について自分なりに反省をしており自分の運営する YouTube チャンネルを無期限で 活動を休止されるというような状況になっております。でこれについたコメントについてはまあそこまですることねえんじゃねえのっていうようなご意見がかなり多くを占めておりまして批判する声というものについてはかなり少ないなというような印象を受けております。 まあ一見ね過剰とも思えるような対応には見えるんですけれども後々の影響を残さないということを考えているんであればまあかなり良い対応をされたんではないのかなというふうに思っておりますただこの件でですね俺一番驚いたのがこのねプリン将軍さんがあのホストクラブの店長やってるってことが一番驚いたよ <laughs> びっくりしました。え、ホストクラブの店長してるんだ、この人。っていうのが、多分ね、この事件の中で、このね、令和の虎の、この賭博騒動の一連の中で、俺は一番それが驚いたというお話になります。え皆さんはこの件、どのように思われましたでしょうか何か思うところがございましたら、ぜひコメント欄でコメントしていただけると大変嬉しく思います。あとはこの動画がいいなというふうに思っていただければ、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。以上